行くと車なのかな、ちょっと見えないですけどね。まあね、こういった事故がね、やっぱり渋滞を招くんですけどね。これ何があったんでしょうね。前ね、このカーブ、この両国ジャンクションのカーブでね、やっぱり、道路と道路のこの継ぎ目、この見てください、これ今下のやつね、この継ぎ目、これで滑るんですよ、意外に。でバイクがやっぱり転倒して、亡くなってしまったね、あの事故、まあ、僕間近で見てしまったんですけどね。バイクじゃないですね、あのもしかしたらその車のね、今のワゴン車のドライバーさんがちょっとこう体調を崩してしまったのかな、ね、そんな感じですね。そうそう、でさっきのね続き、あのカーブのところでこの路面のね継ぎ目あるでしょ、これがね、ここに滑って、あのバイクがね、この左側の壁に激突してね、あの転倒しながら、でもうそのライダーさんはね、あのピクリとも動かなくなってたって。でその連れのね2台で走ってたんですけど、やっぱりもうその連れの方もね、やっぱりもう意識がないのに気づいたのかな、あのうなだれて座ってましたけどね、もう下向いてね。でその時に僕通ったんですよ、うん、ちょうど今のね両国ジャンクションのカーブのところでね、まあ飛ばしてね、カーブに入ってしまったんでしょうね、やっぱりね。本当ね、ちょっとのミスでね、そういった重大事故になるから、本当気をつけないとね。じゃあこれ4番上りですね。あ、なんかいっぱい来たな、トラック乗用車。こういう時はね、タイミングでそこに車がいるから入れるよ。はい、じゃあ西東京ね、納品終わりました。で今また荒川区の方にね戻って、後ろの、荷物をね、下ろします。まあ下ろすのもね、トンボって言って、まあ上からねガチャンとやるやつなんですけど、それで一発でね、この後ろのねタンクを下ろして、終わりですね。あと車庫、これで帰りますね、車庫。はい、じゃあ例のね、黒ひげなんちゃらの、動画の方がね、昨日とかその前ぐらいに、上がってましてね、まあ茶野さんの息子さんのね、どうたらみたいなサムネがあったんで、なんだと思ってね、ちょっと見たんですけど、まあ、それに触れることはなく。まあ、ちょっとした釣りだったのかなっていうね。まあ予告編、まあ、前のアンサー動画の前のね、釣り動画みたいな感じでやってましたけども、まあ、今回もね、それで。で、まあ、その話の中もね、まあ、ざっと、大まかに聞いたんですけど、まあ、見たんですけどね、動画ね。黒ひげなんちゃらさんっていうのは、まあ、僕がね、前に出した動画で、まあ、コメントしてきたんですよね、まあ、黒ひげなんちゃらの人なのか、まあ、その視聴者さんが俺の方に、くれたのか知らないですけど、まあ、アイコン
が同じなんですよね。アイコン見ればわかるんですけど、まあそれでまあ僕がね、まあ、前に動画出したやつで、まあ、その 99.9% 会社の車両でのね YouTube 活動は禁止っていうね、あの動画を誰かが上げたことによって、まあ、僕がいろいろね、動画で述べてたんですけども、まあ、それによってね、あのその黒ひげなんちゃらがあのこっちにね、あの仕掛けてきたわけですよ。でまあなぜか知らないですけど、チャノンさんとね、キャントラックが名前が上がったわけですよね。でまあ他にもねいっぱい YouTuber いる中でね、たまたま上がってきたっていうのがね、そちらのおばさんなんですよね。違うだろってね、たまたま茶のさんと俺が上がるわけないでしょうよ、ね、まあそういうところからね、いろいろつながりがなんか見えてくるわけですよ、ね、あの本人はごまかしてるつもりでしょうけど、そんなのはね、はたから見ればそんなの分かりますから。まあそれはいいんですけどね、まあそのコメントに対してね、コメント、まあ、対してっていうか僕の動画のねコメントに、まあ僕がねこの YouTube 活動やってるじゃないですか、ね、で会社の許可もあって、でまあそれで、ああ そんな会社あるんですねって、どこの会社ですかみたいなことでねコメントをくれたんですよ。会社が公開してるわけじゃないんだから教えるわけねえだろって話ですね。ね、そんなね、コメントに騙されないよっていうわけですよ、うん、でもね数日後に、知ってますよって言ったんですよ。会社の方は知ってますよって、うん、まあ許可取ってますよでもいいんだけど、まあ、コメントに対して、うん、知ってますよって言ったら、この間のね黒ひげの動画で数日後に、ね、返事が来た。で返事が遅いと、うん、怪しいとだったわけだよね。許可取ってないだろう。あとコメントのね、あの文字が、まあ、文言がね、知ってますよっていう返答だったらおかしい。普通だったら許可取ってますよとかって、書くはずだみたいなことやってるわけですよ。知ってますよでも許可取ってますよっていいだろうどっちだってと思ってね。で僕がね、なんでその返信が遅れたかっていうと、まあ、おかげさまでね、視聴回数も、結構ね、見ていただいて、やっぱりコメントもね、やっぱり多くなってきたんですよ、ね、で前だったらね、もうすぐ、返事ができたんですけども、さすがに今はね、なかなかすぐにはね、返事ができないわけですよ。でまあ見たね、コメントに対してはハートマーク入れてるんですよ、ね、で僕はね、そのコメントに対して全部目を通してるんでね、古い順からこう見ていくわけですよ、空いた時間にね、うん、で読みましたよって意味でハートマークつけて、この人はなんで氷のところで左に入れるんだろうね、あのトラックさ。でね、古い方から見れて、読み終わったら、ね、目を通し終わったらハートマーク入れてるんですよ。でその中でもね、まあ、返信したり、まあ、してるわけですけども、でそれがやっぱりね、仕事の合間合間でやるもんですから、なかなかね、一気に目を通せないわけですね、空いた時間にやってるんで。で僕はね、長距離毎日やってるわけじゃないんですよ。このように地場がメインで、月にね4、5回とか5、6回とか、その程度ですよ、名古屋方面とかね、やるのは、長距離やるのはね。で長距離やってると意外に時間がね空いたりして、そういった編集作業だったり、コメントに対してのね返信は意外にできるんだけど、こうやって千葉やってるとね、なかなか時間が取れないですよね。で家帰ってもさ、やっぱりこういろいろ時間が取れなかったりする中で、やっぱりこう途中でね中断して、仕事の方になったりとか、ね、自分の方の用事を済ませるというわけで、返信が遅くなったわけ。それを怪しいと言ってるわけですよ、ね、どういう理屈でそういう考え方になるのかなっていうのがね、まず不思議なんですよね。でね、僕はやっぱりなんで、顔出しと、会社名を、ね、伏せてやってるかというと、やっぱりね、仕事にこの
その支障が出ちゃうとね、やっぱりやりづらくなってしまうので、もう初めからね、顔出しと、会社名を出すことはもともとやってませんし、もちろんね、そういったステッカーとかもね、作ってませんし、ね、もう自分のその趣味の中で、こういった YouTube 活動をやってるわけでね、別に会社から許可もらったって、別にね、名前出す必要もないしさ、会社の PR する必要もないでしょ。また会社もね、うちの会社 PR してくれって、そういった話もないし、まあ別に仕事に差し支えなければ全然 OK よみたいなね、感じなわけですよ、ね、で僕もやっぱりいろいろね、トラック系 YouTuber の方見ますけど、やっぱり顔出しトラック出しやっちゃうとね、パーキングとかでもさ、やっぱり声かけてね、声かけられたり、まあそれはありがたいことなんですけどね、あとはまあね、いろいろ、差し入れもらったりとかね、ありがたいことですけどね、あとひどいのはやっぱりほら、寝てるのにね、トラックのドアノックして起こされたりとか、中にはね、その YouTuber のね、トラックをいたずらしたりとかする人も出てくるわけじゃないですか。でそうなるとやっぱり仕事にね、支障が出てしまうのでね、僕は初めからね、顔出しも、あれもね、社名も出してません、うん、今後出す気もないしね、だからそれに対してね、その許可もらってるなら、なんで社名を出さないんですかっていうね、向こうの、チャンネルのね、コメントに ありましたけど、さ、その理屈もよくわからない。それを一生懸命やってるわけですよ、向こうで。おかしい、やってないって、おかしすぎるって、ね、で今はもうだんまりね、キャントラックからのね、返答がないから、もうこれは絶対嘘ついてるんだみたいなこと言ってるわけですよいや、僕がね、なんで今まで黙ってたかというと、くだらなすぎて、軽トラックじゃねえや、軽貨物のね、ドライバーの、アンサー動画あったでしょ、アンサー動画っていうの、あれ見たらもうくだらなすぎてダメだって、これ相手にしてられんわと思ってね、何もあなた動いてないでしょで結局何だったのっていうね、で、やっぱり他の YouTuber のね、トラック YouTuber の方もやっぱ顔は出してるけどさ、社名出せないでしょね、トラックも映さないでしょ。やっぱりそういうことが予想されるから、自分でね、そうやって、規制してやってるわけですよ、会社の迷惑にならないようにね、でまあ有名なトラック系 YouTuber の方はほら、会社のアピールも含めてやってくれとかさ、あるでしょ、何人かいますけど、まあそれはそれでいいじゃないですか。で僕らは別に会社から PR してくれって別にね、言われてもいないし、言われればやるかもしれないですけど、まあ今のところね、そういうこともないから、もう間に合ってますからね、別に PR する必要もないし、なんでこうやってやってるんだけど、なんか知んないけどね、一生懸命なんかこう、あいつは嘘ついてるみたいな感じでね、言ってるわけですよね、でね、まあちょっとね、あまりにもね、ちょっと今回のね、出した動画っていうのも、なんか茶の間さんの息子ってなんか文字が見えたんですよ、そのサムネイルにね、お前ね、ひでえなと思って、そんなことやってんじゃねえよって、そんなこと書くんじゃねえよと思うじゃないですか、関係ねえだろってね。だからまあそれに対してちょっとね、もうこれはひどすぎると思って、動画にしたわけでございますよ。まあ僕はね、許可は取ってますけど、別に顔出すこともないし、ね、社名を出すことはありません、何回も言いますけどね。であとね、こちらからちょっともう言いたいことがあるんですけどね、軽貨物のドライバーのね、黒ひげさん、ね、あなた顔出しして物事を喋ってるってことをね、よーくね、自分で理解した方がいいですよね。今回の動画も、なんか同業者潰しじゃないけどさ、ね、ある軽貨物ドライバーのね、人がね、
清掃、便所掃除じゃないけど、ね、清掃して、手も洗わないでね、運ぶ際にね、崩れた寿司を直すとか、素手で直すとかね、トイレ行って手洗わずにね、フードデリバリーやってるとかさ、そんなこと言ってますけど、黒ひげさんのね、やってることっていうのは、軽貨物のね、イメージをね、下げてるだけですよ、はっきり言って。ね。みんながそうやって思われちゃうんですよ、あなたがそう言ったことにね、発信してしまうと。で、まあ、トイレ行って手洗わなかったのは、手洗わないで、ね、フードデリバリーやっても、言わなきゃわからないことだと。なんかわけのわかんないこと言ってんだけど、ね、掃除のね、仕事の後にフードデリバリーやるのはみたいなね、でも、言わなきゃわからないことだみたいなこと言ってるんですよ、ね、で、古池さんのね、再生回数だったらそこまでね、見る人って少ないと思うんですけど、ある程度ね、茶の間さんとかのね、名前を出してくると再生回数がやっぱり上がってくるわけでしょ。そうするとね、いろんな人が見てるんですよ、黒ひげさん、ね、業界のね、関係者の方も見てますし、ね、またそのね、デリバリー、フードデリバリーのね、関係者、経営者の方も見てますよ、きっと。そんなこと言っちゃって大丈夫なの、ね、あとピックゴーダーなんだってね、名前出してたけど、イメージダウンでしかないと思いますよ、ね、そのね、トイレで手洗わないで仕事してるとかさ、ね、まあ大まかにざっくり言うとね、まあ要するに、その人がフードデリバリーやった軽貨物の運転手がね、その前に何の仕事をやったかわからないじゃないですかとか、言ってるわけですよ、ね、手も洗ってないかもしれないと。でもそんなことは言わなきゃわからないことだみたいなこと言ってて大丈夫かよと思って、軽貨物イメージダウンしてるぞみたいなね、思ったんだよね。でこれがやっぱりさっきも言ったように再生回数が上がってくるとね、もっとね、範囲の広い、ね、分野の人がこう見るわけじゃん。自分で自分の首を絞めることになりますよ、古池さん、ね、あなた顔出してたからね、顔出してやってるんだよ、ね、三重の方でさ、小野さんって方だっけ、軽貨物のさ、YouTuber の方おられますよね、でその方ってね、すごく見てて気持ちいいんですよね、あの方の動画って。もう真面目でさ、真面目に仕事やってね、言葉遣いもすごく丁寧な言葉でさ、もう好感しかないんですよ、好感が持てるんですよね、でそういう人 の足を引っ張っちゃいかんよ、黒ひげくんね、本当に。あともう一つ、僕の方でね、本当にね、協力してくださるね、強い味方がおられましてね、黒ひげなんちゃらさんのね、まあ、ある程度、情報が入ってます。ね、住んでるところ、ね、あと、黒ひげの本名、ね、全部こっちに入ってますから、ね、よくね、考えてやってください、ね、今のところはね、何もしませんけども、あまりひどいとね、ちょっといろいろとね動くかもしれませんよ、ね、そんな感じです、ね、人のことね、トラックのね、こと言ってないで、的外れだし、いくらね勘ぐったって無理だよ許可されてんだから、ね、あなたはね、出前のね、エントリーでもして、待機してなさい、本当に、ね、皆さんに迷惑かけんじゃないって、軽貨物のね、そんな感じです